コンパクトにこうカメラのね、あのセットアップをしたいっていう時に、うん、iPhone が外部モニターになるってちょっと嬉しくないですか。 Anyway、 俺はね、あの普段外部モニターつけてるんですよ。でリグをつけた状態で外部モニターとかにしてるんですけど、でも今回今ね、あの東京に来てるんですけど飛行機乗んないといけなくて、だからやっぱりあの機材あんま持ってきたくないんですよね。なるべくコンパクトに行きたいんですよ。でもでこれ今 FX30 なんですけど、いい画面でね、こうあのモニターもねちっちゃいけど綺麗で見やすいんですよ。でもなんだかんだやっぱりもうちょっと大きい画面でこうね、あのなんか変なのが映り込んでないかとかっていうのを確認したい時ってやっぱあるんですよね。そういう時にはやっぱ外部モニターなんですよ。でそれが外部モニターをいちいち持ってこなくても普段使ってる iPhone が外部ディスプレイにね、外部モニターになるっていうのがこれなんですよ。このアクスのねスイモってやつで、これ Android 版のはねちょっと前に出てたんですけど、最近 iOS 版が出たんで iPhone それから iPad もいけます。基本的にアプリを入れて、でアプリをつないでね、インストールして、で HDMI のケーブルでこいつとつなげると。そしてこの本体からは、このスイモからは、ケーブルがこれライトニングに入ってるっていう感じですね。でもう一個ケーブルついてくるんで、あの USB-C のタイプのがついてくるんで、それだったら iPad とかもいけるんですよ。でこれ自体は NPF のバッテリーで駆動します。これ俺でかいのつけてるけど、全然ちっちゃいのでもね、そんなに電気食ってる感じじゃないですね。でこれのね、じゃあいいところ、まあ iPhone がねモニター代わりになるっていうのはいいとこなんですよ。でなんだけども、あとねこれプラスアルファ、これちょっといいかもねって思ったのが、ここもう一個ね、DC のね、 DC というか USB-C のね出力があるんですよ。なのでこれで何ができるかっていうと、ここからカメラの給電までいけるんですよ、この NPF から。これちょっと良くないですか。俺あのがっつりリグ組んでる時には V マウントから全部電気が行くようにしてるんですけど、そこまで持っていきたくない時とかはこれ1本で給電全部いけちゃうっていうのはありかもしれないですね。まあ、あとここの上にコールドシューがついてるんで、ここの上にさらになんかマイクを乗せたいとか、それからまあなんかミニライトみたいなのねつけたりっていうことができるっていうのもまあまあいいですね。あの悪くないと思います。でここの下はコールドシューで止まるんですけど、それもなんかね、あのしっかり止まるようにこういうなんかレバーロックみたいな感じになってるんですよ。なんでなんかこうグラグラする不安定な感じはないですね。で実際にね、じゃあこのモニターなんですけど、どんなことができるか、これちょっと良くないですか。ほら音量のレベルのゲージがね、これここ出るんですけど、こっちってやっぱちょっと見にくいんですよ、 FX30 の。ほんと正直見にくいと思うんですけど、ここをねもう数字で見れるんで、これはちょっと嬉しいなとは思います。いろいろね、あの全部の機能を紹介できないけども、めっちゃいい機能あって、まず一つはこの音量が見れるのはいいなって思うのと、あと外部モニターを俺が使う一番の理由って露出をちゃんと見たいからなんですよね。いろいろ映り込みがないかももちろん見るんですけど、露出をちゃんと見たいんですよ。っていう時にこのフォルスカラー、色でどれぐらい露出してるかっていうのが見れるんですよね。これフォルスカラーはもう前も言ったけど、また別の動画で説明するんでね、あの楽しみに待っててくださいね。動画でちゃんと露出を、適正露出を測ろうって見ようと思ったらフォルスカラーが最強です。で色でね、どれぐらいだったら露出してるっていうのが見える、これは最高、いつでも消せるんですけどね。でゼブラの表示もできるんで、ゼブラで何パーセントっていう設定をしておくと、例えば白飛びする寸前で見たりとか、ハイライトとかの肌のハイライト何パーセントにっていう目安にしておいて、ちゃんと肌が露出してるかっていうのもここで見ることができるんですよね。そしてラットも入れることができて、例えばログで撮ってる時にここ薄くなるんですけど、それをラット、自分が入れてるラットをここで読み込んでおいて表示するっていうこともできます。まああんまり俺ログで撮ることないんでね、まだその使い方はしてないんですけど。そしてあとはね、ヒストグラムも出すことができるんですけど、俺はヒストグラムよりはどっちかって言ったらウェーブフォーム、動画だったらこっちの方がいいかなと思います。ウェーブフォームも出せるんでね。これウェーブフォームっていうのは、ほら分かります、ここなんか動いてるの、ここほら動いてるでしょ。画面のこの左から右のどのパートがどれぐらいの露出かっていうのを縦のグラフで見てるっていうのがウェーブフォームなんですよね。
これ動画だったらあったら便利ですね。どこが飛んでるとか、どこがちょっとあの露出アンダーになってるとかっていうのを見れるんでね。まあでもさっきのウェブフォームの方がもっとしっかり見れます。ただこれはもうウェブフォームってずっと出しておくとちょっと何映ってるかよく分かんないんでね、これだとね。なのでこれは常に出しておくってよりはもう使わないときは露出確認した後は引っ込めておくような使い方を俺はしてるんですけど、ウェブフォームは結構もう出しっぱなしにしたりもしてます。そんな大きくないんでね、邪魔にならないんで、はい、っていうのがいいところと、あとこれ自体でレックができるようになってるんですよ。で今 1080p の24、 4K にはなんないですけど 1080p の24で、例えばこれここの下でも変えられないよね。ちょっと待ってね、こっちが 4K に行っても 4K にはなんないはず。それがいけたらいいんだけどね、いかないね、残念。でもこっち側でね、バックアップみたいな感じで今映ってるこの状態のものを撮ることができるんですね。で音もこっちに来てるんで、音もこっちに入ってると。だからここで、SD に入ってなかったとか、 SD は忘れてたってことないと思うけど、それでもこっち側でバックアップが取れてるっていうのはいいっすよね。でさらにもう一つは、これいいんじゃないと思ったのが、 iPhone とかでね、この AirPods Pro 2俺使ってるんですけど、まあ、こういうねワイヤレスのイヤホンを持ってれば、要は iPhone とつながってるんで、今もつながったんですけど、ここでね今撮れてる音のモニタリングができるんですよ。これ良くないですか。普通だったらモニタリングって、俺ここに 3.5mm を挿して、あのモニタリング用のヘッドホンつけてっていうのをいつもやってるんですけど、ここやっぱケーブル1本出ちゃうけど、これケーブルじゃないじゃないですか。普通カメラの音をこれでモニタリングってできないんですよ。でもこれこういう組み合わせだったらできるんですよ。これはいいなと思いましたよ。だって音聞きながら自分ここから離れてもいいんで、でちょっとこう向こうの方に行ってこう確認してとかっていうのとか、マイクここに置いて、あどれぐらい入ってるとかっていうのってできないんで、普通の、 あの有線のヘッドセットじゃね。ただ今聞いた感じ 0.5 秒ぐらい遅延してます。まあでもこれしょうがないと思うけどね、そのリアルタイムにモニタリングするようなもんじゃないしね、そもそもそのちゃんと音が出てるっていうのさえ分かればいいんで、ここにもねあのレベルのゲージ自体も出るんでね、うん、まあこれはケーブルじゃなくていいっていうのは iPhone を使うメリットなのかなとは思いました。はい、こんな感じでね、あそうそう、あとグリッドも出せるんで、グリッドとかはねもう絶対出せた方がいいです。その構図を決めるときにね、ルールオブサーズだったりとかっていうのもちゃんと見ながら、あのここのね今グリーンにしてるんですけど、この色も変えることができるし、はい、っていうのがこのアクスーンの、iPhone をディスプレイにしてくれる CMOです。最初ねこれあのお話しいただいた時にね、ちょっと紹介してくれませんかって言われて、話しいただいた時に、俺ライブモニター使ってるから使うかなって正直思ってたんですけど、今回昨日まで岐阜で撮影の仕事してて、昨日一昨日までかで昨日東京に入ったんですけど、今回みたいにこう飛行機で行くとかで荷物ちょっと減らしたいなっていう時なんかはちょっと重宝するかな、うん、と思います。どうですか本田さん、これホルスから今使ってるんですけど、色で露出が分かるんですね。いいでしょ、はい、黄色にしちゃうと飛びすぎてるんで、そうそうそう、これが iPhone で見れたらよかったですよ。はい、これ iPhone なんですよね、これ iPhone、はい、すごい便利でしょ。便利です。まあ、コテコテにリグ組まなくてもこれだけで、はい、NPF さえあればね、はい、大きくていいですね。モニターより、ね、モニターで見るより大きく見えて、ね、はい、これ反対向けてこう自撮りの時に自分の方向けたりとかもできますよ。なるほど、それつける時に反対につければ、ああなるほどね、はい、ウェブフォームも出ます。いいでしょ、おいい大きさですね、この大きさね。動かせたらいいんですけどね、これ動かせないんですか、ね、あそうなんですね、まあまあまあでもね、はい、何よりは全然いい、はい、フォーカスもやりやすいですね、はい、はい、この C もね
ちょっとでもいいな、興味あるなと思った人はこの動画の詳細欄に購入先のリンクを入れておくんで、ぜひそちらからチェックしてみてください。 I hope you guys enjoy this video and see you in the next one. じゃあね、 Peace out。 届かない、はい。